はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング。中の人 A です。今回はね、リボルバーが全部マグナムだと思ってるやつ、ちょっと濃いということで、まあ、今回はね、まあ、リボルバーと、まあ、マグナムのね、関係性について、まあ、見ていきたいなというふうに思います。で、まずね、この誤解が生まれたその背景からね、まあ、見ていきたいなというふうに思うんですが、まあ、例えば、まあ、今ならね、まあ、エイペックスでも、まあ、ウィングマンはね、まあ、非常に高威力なリボルバーだし、あとアニメでも、そのね、ルパン三世の次元とか見ますけど、その次元も、まあ、主要なね、登場人物の中で、まあ、ルパンとかね、まあ、銭形警部とかね、いろいろいますけど、その中で、まあ、次元だけが、まあ、リボルバーを売ってて、そのリボルバーは、まあ、スミス&ウェッソンの M19 っていうね、まあ、357マグナムを撃つリボルバーだし、あと映画でもね、まあ古いところだと、ダーティーハリーがね、まあ44マグナムを使う M29、まあこれもスミス&ウェッソンの製品ですが、M29 を売ってたりとかして、まあなんとなくね、まあそういう誤解が生まれるのもね、まあリボルバーとマグナム大体こうセットみたいな感じで来るので、まあそういう誤解が生まれるのもわかりますし、まあもっと深くね、この話を知ると、まあその背景までわかるんですが、でも、そのリボルバーとね、マグナムは、まあ全然別物です。はい。ベン図で書くとね、子供の頃やったっすね。ベン図で書くとこんな感じです。はい。銃っていうカテゴリーの中にマグナムとリボルバーが存在するよという。まあそういうことですね。で、しかもですね、まあそもそもの話なんですが、そもそもそのリボルバーっていうのは、その設計構造に基づく、その銃の分類の一ジャンル、まあカテゴライズの一つで、まあ、リボルビングする、まあ、くるくる回るシリンダーっていうのがあるのが特徴ですね。リボルビンググレネードランチャーとかもリボルバーのでかいやつみたいな感じですが、まあ、これは普通グレランにね、分類しますけど、まあ、そういうシリンダーがある銃で、銃自体のね、サイズも、まあ、使えるね、弾の威力も、本当にね、まあ、いろんなやつ、まあ、ちっちゃいものからでっかいものまでね、本当にいろんなやつがあるわけですが、そのマグナムっていうのは、その元々はね、そのラテン語で、まあ、大きいとかね、まあ、偉大なっていう、まあ、そういう意味で、まあ、通常のですね、倍の量の入ってる、そのワインボトル、まあ、でかいワインボトルとかも、まあ、マグナムっていう風に呼んでたらしいんですが、まあ、そこから転じて、まあ、でかい弾薬を、まあ、マグナムっていう風に呼ぶようになりましたよという、まあ、そんな感じですね。まあ、要はこっちのマグナムっていうのは弾薬のカテゴリーみたいな、まあ、そんな感じで、リボルバーは銃のカテゴリーっていう、まあ、そんな感じで、カテゴライズの仕方が違うみたいな、まあ、そんな感じです。で、じゃあ、まあ、マグナムならね、まあ、何でも強力なのかっていうと、まあ、それもそうではなくて、まあ、例えば、その22のウィンチスターマグナムリムファイアっていう弾、WMR とか訳しますけど、まあそういうのは、まあマグナムっていう風にね、名前に入ってますけど、こいつは普通のね、9ミリ、9×19 ミリの、まあ軍用とかね、まあ警察用とかの、その普通の拳銃の弾よりも、まあ非力です。で、じゃあなんでそんな非力なのに、まあ名前にマグナムっていう風に入ってるんっていう風な話になりますが、こいつのですね、元になった、22のウィンチスターリムファイアっていう、まあ、その弾があるんですけど、そいつの弾に比べれば、まあ、倍近くね、まあ、威力があって強力なので、まあ、だから、まあ、比較の問題で、まあ、名前にマグラムっていう風に入ってるよという、まあ、そんな感じです。はい。で、まあ、基本的にはね、まあ、そんな感じで、まあ、マグラムにはね、まあ、元になった弾みたいなのがあって、まあ、例えば、まあ、M19 とかで売ってる、まあ、357マグナムは、まあ、もともとは、まあ、38スペシャルっていうね、38スペシャルは日本のおまわりさんとかが使ってるリボルバーの弾ですね。まあ、そいつだし、まあ、あと44マグナムは、まあ、ダーティーハリーのおなじみの弾ですが、もともとは、その44のスミス&ウェッソンスペシャルっていうね、弾だったしという、まあ、そういう風なね、話になってくるんですが、でも、まあ、最近はですね、まあ、全然そんなこともなくて、例えば、500のスミス&ウェッソンマグナムっていうのは、まあ、世界でね、流通している、まあ、マグナムの弾の中で一番強力というふうに言っても過言ではないと思うんですが、こいつにはですね、まあ、別にベースになった弾とかないですし、あとそのライフルの弾で、そのマグナムっていうふうに名前がね、マグナムって名前がつくやつ、まあ、一部に名前がね、名前の一部にマグナムが入るやつ、例えば、338ラプアマグナムとか、まあ、300ウィンチスターマグナムとかありますが、ここら辺はですね、まあ、元になった弾が、例えば416のリグビーっていうね、まあ、ノリの違う弾だったりとか、あとはね、375のホーランド&ホーランドっていうね、やつの、そのマグナムっていう、なんかまあ、もともとマグナムって名前に入ってるやつだったりとかしますし、あとそもそもなんですけど、別に、M2 銃機関銃とか、バレットの M82 とかで撃ってる、まあ、12.7×99mm のナトダンとか、まあ、あとは、世界最長のね、まあ、ロングショットの記録を持ってる、416のバレットとかは、まあ、めちゃくちゃ強力な弾ですけど、まあ、どう呼んでもマグナムとは名前に入らないですし、まあ、なんかそこら辺はですね、まあ、適当ですね。はい。っていうね。まあ、そんなもんよ、みたいな。まあ、そんな感じで適当にやってます。はい。で、あとですね、ちなみに、そのショットガン
ガンにもね、まあ、マグナムっていうのはあるんですが、これはですね、別にその火薬の量が多いとかそういうことではなく、まあ、単純にですね、そのショットシェルが、まあ、普通のショットシェル、まあ、要は 2.75 インチのショットシェルとかね、まあ、普通なんですが、それのショットシェルよりも長かったりとかして、まあ、3インチとかね、3.5 インチとかあって、まあ、その分3段、まあ、ペレットですね、粒々がいっぱい入ってて、まあ、それだけ、まあ、ターゲットにね、当たる確率が高い、遠くても当たる確率が、まあ、ある程度保てるみたいな、まあ、そういうことなんですが、まあ、ものによってはですね、まあ、ショットガンね、同じ12ゲージ、まあ、口径は一緒でも、なんかそういうね、3インチとか 3.5 インチの、まあ、そのマグナムのショットシェルとか使えなかったりとかするので、まあ、特に 3.5 とか使えないことが多いので、まあ、そこら辺はね、まあ、注意が必要ですし、まあ、こういうね、そのマグナムのね、ショットシェルっていうのは、まあ、発射するものが重いので、まあ、反動がめっちゃでかいので、まあ、あんまりいいものでもないという、まあ、そんな感じです。はい。で、あとですね、冷静に考えるとね、まあ、マグナムの定義なんていうのは、まあ、結構いい加減で、まあ、例えば、50アクションエクスプレスを打ってるデザートイーグルは、まあ、今世界でね、流通してる、まあ、数少ない、オートマチックのマグナムなわけですが、別にどこにもマグナムとはね、書いてないよねっていうね、うん、もう50アクションエクスプレスマグナムとは言わないよねっていうね、まあそんなことも思ったりします。で、まあそういうね、まあマグナムの説明っていうのはね、まあこんな感じであるんですが、まあそいつはまあ一旦いいとして、じゃあなんでそのマグナムイコールリボルバーっていう、まあそういう誤解が広がったのかっていうのをね、まあそこをちょっと見ていきたいなというふうに思うんですが、それはですね、まあ要はね、長らくですね、まあ、なんとなく話想像つくと思うんですが、長らくそのマグナム弾が撃てる拳銃っていうのがリボルバーしかなかったからですね。はい。で、これはおそらく、まあ最初にね、まあマグナムだというふうに言い始めた、まあ357マグナムは、まあ今は一応ね、まあデザートイーグルとかにも撃てるっちゃ撃てるんですけど、その一応その1930年代に開発されたその時は、まあリボルバー用の弾でしたし、1971年ぐらいに、その44のオートマグピストルっていうのね、まあ、いわゆるオートマグっていうのが出てきたりとか、その475の、ウィルディマグナムっていうね、まあ、もっと威力のある弾が撃てる、そのウィルディハンターっていうね、まあ、銃が出てきたりとかもしたんですが、1970年代、80年代、これぐらいの時期ですね。出てきてしたんですが、まあ、ここら辺はですね、ま、いろいろと問題もあったので、まあ、結局はあまり普及せず、まあ、事実上ね、そのオートマチックピストルで、まあ、マグナム弾が使えるのは、まあ、デザートイーグルぐらいという、まあ、そういう話になってしまい、まあ、だからこそ、そのマグナム弾が撃てる拳銃っていうと、まあ、結局はね、まあ、大体リボルバーだよね、みたいな。種類的にも多分生産数的にも普通に考えてリボルバーだよね、みたいな。まあ、そんな感じになってるし、まあ、少なくともそういう期間がすごく長かったので、まあ、だからこういうね、誤解が生じているという。まあ、そんな感じです。はい。ということで、まあ、今回はね、リボルバーはね、何でもマグナムではないし、マグナムだからといってリボルバーとは限らないっていうね、まあ、そういうなんかベンズについてというかね、そこら辺についてはお話しさせていただきました。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。